しいこのガラスの靴がぴったりの子を探している。王子様、それは私しかいません。私と契約してください。契約してください。契約してください。紹介させていただきます。はい、大変大変、みんな
な聞いて。どうしたの？ももな、お腹すいちゃった。もぐもぐプリンセス担当のももなです。よろしくお願いします。ママだママだ。次、ひーちゃん。はい、チャームポイントは大きなエクボ。歌と笑顔は任せてね。スマイルプリンセス担当、最年少17歳のひーちゃんこと阿部ひさよです。よろしくお願いします。ひーちゃん、ひーちゃん、ひーちゃん。最後はちぴょん。はい、皆さん、私がこんにーって言ったら続けて一緒にちぴょんって言ってください。いきますよ。皆さんこんにー、ちぴょん。こんにちは。ありがとうございます。北海道にちなんで、あなたの心を私から他に移動させません。ラビットエンジェルプリンセス、ちぴょんこと藤原千尋です。よろしくお願いします。ちぴょん。ありがとうございます。はい、ということで今日プリンセスタイムなんと1時間も、はい、出番があるので、やったね。はい、皆さん、プリタイらしいセトリになってるので、うん、もう上がる曲しか持ってきてないので、皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、お願いします。はい、続いて3曲かな。はい、それでは3曲続けて聴いてください。Bye.
はい、ということで3曲連続聴いていただきました。熱い、めっちゃ熱いね。はい、じゃあここで、じゃあみんな海についての思い出をお話ししましょう。はい、誰かチーピョンから。いいよ。え、いいの、下から言うよ。いいこと言っちゃうもん。はいはいはい、はい、じゃあ下の海の思い出ね。あの、あんまりいい思い出じゃないんですけど、あの、小さい頃に多分幼稚園ぐらいの時に海に来たんですよ、お友達とたくさんと家族とね。その時にあのクラゲっているじゃないですか。そう、クラゲがいて、海の、あの、え、クラゲって毒持ってますよね。そうで、下が泳いでたらすぐいたの、ここに。で、え、何クラゲ、何それ、え、もう分かんないんだけど、クラゲがいて、あの、めっちゃ近くにいてね。でもなんか一緒に遊んでたんだよね、なんか私とクラゲで。え、待って、みんな、え、ひーちゃんがクラゲだったってこと、え、どういうこと。え、違う、ひせよは子供だった。うん、あ、クラゲが友達になったってこと。うん、そう、クラゲと友達になった。あ、よかったー、おめでとう。え、ほんま友達じゃ、それなかったの。そう、え、みんなもクラゲと友達になりました、なったことありますか。いや、 あるじゃん、あ、いるね、いっぱい。じゃあクラゲの仲間っていうことで、愉快な仲間たちで私たちも入れてもらいます。はい、はい、終わりです。はい、じゃあチーピョンの海の思い出は、前にですね、結構昔なんですけど、ここじゃないかな、海でね、水着撮影会を一度だけやったことがありまして、で、その時にね、どの水着にしようかなってめちゃくちゃ悩んでメルカリでね、見てたのさ。で、まあね、やっぱ貧乏学生、学生じゃないか、まあだったからさ、めちゃくちゃね、まあ、ケチだからさ、2000円とかの水着、2000円、3000円の水着をね、毎日毎日ね、2週間くらい悩んで考えてたんですよ。そしたら当日ですね、2000円の水着を買って撮影会に挑んだら紐が切れまして、本当に危なかったの。ここがね、切れちゃってギリセーフだったんだけど、そう、そう、来てない人もいるだろうからね、まああれなんですけど、あの、だからね、こうやって今コスプレイヤーさんとかみんなね、ほら、もしかしたらね、水着着る機会あると思うんですけど、2000円3000円はもしかしたら危ないから気をつけてねっていう話でした。はい、勉強になりました。はい、勉強になります。気をつけてね。はい、1000円の水着とか布ないかもしれないから。2万円3万円の水着を買おうと思います。お願いします。はい、はい、桃菜、はい、最後なんですけど、桃菜の夏の思い出は、ちょっと桃菜知ってる、知らない人もいると思うんですけど、来月でプリンセスタイムを卒業するんですよ。え、知らなかったでしょ、みんな。そう、それで、この海のイベントが最後の海のイベントになるので、今日、一番ね、あれ、なんだっけ、思い出に残すことだね。そう、一番思い出に残るライブにしたいので、イエーイ、みんな、それはみんなにかかってるから、うん、よろしくお願いしますね。まだあと半分以上あるけど。そうだね、始まったばかりですね。今日は1時間枠なのでね、本当に楽しい楽しい夏の思い出になること間違いなしなので、はい、それでは皆さん、まだまだぶっ飛ばして行きましょう。それでは2曲続けて聴いてください。やった。流れ星見つけた、見えなくて
願いします。ミラクルなら駆け抜けろ全力でジャン
海パン、お、あのカメラだけ間違って溺れそうじゃないように気をつけて、カメラは気をつけてね。そう、あの一等賞の人にはなんとプリタイからおめでとうっていう言葉がもらえるので、ぜひ皆さん素晴らしい景品、おめでとうってそう言われるんだよ。いいね、楽しみですね。皆さん海に思いっきり飛び込んでください。着替えがある人は、はい、まあ、着替えがなくてもね、夏は暑いので乾きますのでね、皆さん要飛び込みでまあちょっと帰ってこれないかもしれないんですけど、そこは頑張っていただきたいなと思います。はい、それでは2曲続けて聴いてください。胸のときめき止めて、明日はミラクルデート、yeah。
めっちゃなんか塩水ね口に入ったぞそうだから水分補給ありがとうって感じ、はい、まあそんなこんなでなんとラスト3曲になってしまいまーす、もっともっと割と満足みたいけど残りの3曲好きな曲なのにな、あ、そう、そうだよね、そうだね、もっともっとやるね。じゃあはい、じゃあ次のライブの告知をさせてください。次は、7月17日の火曜日に鈴木野にある社交会館ビル5階のボックスさんにてプリタイミニライブを行います。パチ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 。はい、その日はソロスペシャルということで各メンバーがソロで何曲かやるので、もちろん3人でもやるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします、お願いします。はい、そしてその後のライブなんですけど、今月の20、21、22の3日間ライブがありまして、20日は夜にすすきの祭り、そして21日は新札幌のサンピアザ光の広場で、光の広場お昼頃にで、お昼頃にライブがあります。そして22日が西岡祭りで、そうだ、西岡祭り殺大に行きます。札幌大学グラウンドで、そうそう、グラウンドでライブに出演させていただきます。はい、3日間ライブがあります。その後に、しかも、あ、そう、その後に、今のは全部無料なんですけど、その後にですね、22日はミスカラットさんのミクネちゃんの生誕ライブに出演させていただきます。2部ですね。はい、ツーマンスペシャルになって、そうなんですよ。ミスカラットさんと私たちの、カウンターアクションさんでやります。はい、そうです。詳細は今早口で言ったんですけど、プリンセスタイム公式ツイッターをぜひぜひ皆さんフォローしてチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本当に本当に最後の曲なんですけど、まあ夏をね、最後ラスト3曲でさらにさらに感じちゃいたいなと思います。はい、それではラスト3曲続けて聴いてください。私こそ笑っていたんでしょう。
でかいどうしようもない夢に抱いてスノーボード、スノーボード、どこでも憧れに笑うプリンセス、歌い踊る純潔のメロディー、スパーキー。
ございます。